リューダースハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍に属す、マッチソンで、ギーボルデハウゼンを、本部所在地とするザムトゲマインでギーボルデハウゼンを、構成する、マッチソンの一つである。リューダースハウゼンは、ウンターアイヒスフェルトの北東端、ルーメカワ半に位置している。リューダースハウゼンの最初の文献記録は13世紀に、残されている。 1230年のこの文書では、当時エファー・シュタイン博がバジリウス・フォン・リューダーハウゼンという人物を立ち会い人に指名している。14世紀にこの集落及びアムト・ギーボルデハウゼンに属したの存落はマインツ選定綱領となった。当時のリューダーハウゼンでは1年に3回死刑が執行されていた。 ガウスの土地測量と呼ばれる1824年の測量報告では村の中心に草地があることがわかる。ここからこの町の最も重要な建物であるカトリックの聖アンドレアス教会都市祭館学校ゲマイネシェンクハウスに道が放射状に出ていた。そのほぼ一世紀前の1731年に村の中心に路傍の製造が設けられた。 教会視野で民族学者のゲオルクシュライバーの聖火であるエーリン書の建物は1815年に建造された。その死後に基礎家庭学校、道路、聖火に彼にちなんだ名前が付けられた。聖、ヴィンセンツ及び聖パウルの事前姉妹会のヒルデスハイムの信者を住まわせるために1905年カタリーナ修道院が建設された。 1977年以降、全国的に知られる、猛金類を呼び、ーステーションがリューダースハウゼンで運営されている。リューダースハウゼンの町議会は9人の議員からなる。名誉職の町長であるアンネグレート・ランゲは2006年11月2日に、選出された。図柄、金字に黒い猟犬。この紋章は、マーネフントという村の伝承に基づいている。 また、ノーミニア、業者の用心深く忠実な相棒としての犬に、対する愛情や連帯を示すものでもある。この町の紋章は1950年12月5日から、現在の形と配色で用いられている。聖アンドレアス教区教会ヒルデスハイムの建築家、ビルヘルムとホターマンによって1867年から1869年に、 ネオゴシック様式で建設された現在の教区教会は1800年以前に混流された聖十字架教会の後継として建造された。この聖十字架教会はバロック建築で建設されたがその後老朽化によって取り壊され新しい教会建設が問題となった。聖アンドレアス教会はブンテル左岸の角石による 浴楼と五面の壁を有する内陣及び1660年製の塔を持つ。三等式のホールには円柱があり、そのアーチにはつぼみ型飾りの中等と八角形の土台がある。交差ボールとは、レンガ飾りの横断アーチによって四つのり間が構成されており、り間ごとに横木がある。五連アーチには教会の二階席が取り付けられている。 内人室の側壁はナザレ派のフレスコで飾られている。内人と、側胸の窓は1912年から1919 19年に、ウンター・アイヒスフェルトのガラス職人、フーベルト・ヘンニングによって制作された。主祭壇には、福音書記者をテーマにした、ウンター・アイヒスフェルト地方の典型的な老人の像がある。主祭壇の他に、教会内に2つの脇祭壇がある。 これは、ドゥーダーシュタットの彫刻家、ビルヘルム・オッパーマンが指揮を取った。境界財産の他の構成要素としては、16世紀の42センチメートル40センチメートルの十字架や16世紀初めの三日月の聖母像がある。校舎は、品の規制のバロック様式で、高さは1.4メートルである。ヘルベルクには、事例約300年の多くの木があり、 ティリー・オークとして知られている。集落の伝承によれば、この木は、カトリック同盟の司令官、ティリー・博を記念したものであるリューダースハウゼンと、ドゥーダースタットとの間に、小さな礼拝堂があり、ディー・クルースと呼ばれている。クルースベクの先代のディー・クルースは1885年に、取り壊された。リューダースハウゼンはそれぞれ異なる修道を経由して、 ゲッティンゲンからヘルツベルクアムハルツに至る連邦道 B27 号線及びノルトハイムからドゥーダーシュタットに至る連邦道 B247 号線に接続している。リューダースハウゼンは19世紀には数多くの出稼ぎ労働者がいることで有名であった。ドゥーダーシュタット軍でリューダースハウゼンほど多くの出稼ぎ労働者がいる街はなかったのである。 全人口の19.4%が制御についていた。その半数以上が左官職であった。現在もリューダースハウゼンにはわずかながら思工業者や工場がある。建築、土木工事会社、製材所、塗装や床張り業者がそれにあたる。ありがとうございます。